ささやきと血の争う声が二人だけの集まれメロディークラブ。さあ今年も始まりました。皆様ご視聴ありがとうございます。本日はスタジオゲストにですね、葛西俊秀さんに来ていただいております。葛西さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。イエイ。まずはこのスタジオの感染症対策についてお伝えさせていただく。笠井さん、ありがとうございます。はい。まず我々のこちらに来る経路につきましては、マスク、そして消毒など検温など欠かさずしてきておりまして、こちらスタジオの入り口には、でも再度検温、そして手の消毒もしております。なおこのスタジオ、そして1階室にはこちらですね、カッサさん持ってくれてありがとうございます。そうです、トレルフレッシュとオゾンを発生する機械も、置いてございますので、こちら空気中をきれいに除菌する機械でございますので、感染症対策万全でお伝えしておりますので、よろしくお願いします。お願いします。なおこちら鳥越アズーリは
こちら会員も募集しております。年会1万円で、はい、入れますので、こちらの方もぜひ入ってくださいね。お願いします。お願いします。でぜひ皆様、鳥越あずうり FM で一度検索してみてください。番組のこと、書いておりますのでお願いいたしますね。はい、はい、最後、はい、こちらにね、番組のコメントなどは鳥越あずうり FM のツイッターからできますので、どんどん送ってください。フォローもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そしてこの番組の趣旨なんですが、はい、視聴者参加型の無駄番組です。私もいつも参加させていただいております、そして京成電鉄みのり台駅前のイベントハウスメロディーさんで、毎月日曜日11時集合、収録行っております。はい、出てみたい方は、ぜひこの080-5253-3410まで、前頭3枚目様までお電話を今すぐお願いします。お願いします。この番組は本当にね、視聴者参加型でございますので、参加してますよ、参加、ね、お願いします。それをね、収録したのをこちら生放送でお届けしておりますのでね、はい、なおこのね、放送後は、こちらで放送されたやつは前頭3枚目さんのYouTube チャンネルでも過去の動画見ることできますので、チャンネル登録もお願いいたします。お願いします。はい、葛西さん、はいもうすごい元気に今日ね、もう控え室でね、先ほどもう番組の趣旨を覚えててくださった。え、葛西さん、それならじゃあちょっといけるんじゃないですかみたいな話したら、もう全然いけますよみたいな。ありがとう。物は試しですね。ちょっと気になると思いますので、葛西さん、軽く自己紹介してもらってます。はい、はい、兵庫県の川西市より、はい、3年と9ヶ月前に、神奈川県に引っ越してまいりましてですね、理由はいろいろあったのですけれども、はい、まあちょっと口のね、病気を、していましてですね、はい、口の病気を治すために、2016年17年と入院を東京でしました。その時ですね、晩御飯時のニュースがえらい明るいなということでですね、食事のニュースがたくさん流れており、関西の感じと全然違っていて、あれ、こっちの方が景気がいいのかな景気がいいなんかね、そういう錯覚というか、まあ現実を思い知らされて、興味を持ってやってまいりました。そして入院生活でできた友達の紹介で、メロディーにもよくね、参加させていただいておりますが、ボイストレーニングをしていただいてる方がいましてですね、はい、コルカさん、コルカさんね、その方の、指導を受けながら、メロディーに通うようになってきました。それが、まあ、自己紹介かな。まあ、あとね、はい、こういうエプロンみたいなのをしてますけど、ね、かわいいエプロンしてますね。これは精進料理を作るときに使うエプロンではなくてですね、違うのか、風呂敷みたいなマントみたいなのをですね、はいはい、僧侶は法衣で着るんですけれども、はい、その略式のもので、ラクス、リラックスですね。あ、リラックス。ラクス、ラクス。ラクス。略して略してますね。略すね。最初、なんかお菓子の名前かと思いました。ラスクですよ、それ。ああ、危ない。これ、ポンがいけませんね。でも、葛西じゃないんですね。葛西。小さな「つ」が入る。小さな「つ」が入ったから、はいはい、葛飾の西で葛西と言います。でもね、今日ね、実は来るときに神社、葛西神社にお参りしてきました、はい、鳥越神社にも当然お参りしましたけどね、両方とも神社なんですけども、お寺ですけども、はいはい、昔はね、神社もお寺も区別なくお参りできたけど、まあ明治になってからね、はい、宗教法人として分けるようになってきてるんですけども、はい、でもまあ結局私は葛西神社という自分の字が小さな「つ」が入るんですけども、はい、ないやつない名前ですけども、縁があってですね、いただいた名前の神社に行けて本当に今日は良かったです。良かった。葛西さんはね、
で僧侶でありながら、はい、シンガーソングライターも、されているということで、そうなんですよ。あのこの前に実は葛西さんがもう作られた作詞された、あ、幸せのステップ、秋葉の権現坂、はい、ありふれた毎日の中でですね、はい、これ全部自分で作詞作曲して、どうやってこう作られて、あ、やっぱしね、うん、全部いろんな人生のドラマっていうんですかね、節目節目ごとにダイアリー、日記のように、曲作ってます。そしてですね、編曲は自分では要せんので、三重県のね、中北音楽研究所の中北先生っていう人に、はい、頼んで編曲作っていただいてましてですね、うん、それでピアノをね、その編曲しながら弾いていただいたんですけども、うん、自分の曲を何曲も溜め込んでたんですよ、うん、弾いてもらったの。それがですね、もう言っていいかな、もういいよ、いいですか、いいですよ、去年ね、うん、ひょんなことで、糖尿病外来に行ってたんですけども、はい、待ち時間が長いのでですね、うん、スクラッチをですね、ちょっと削ったんですよね、はい、宝くじ。まさか、まさか。はいはい、そしたらですね、扇子が3つ、ほんで横のやつ見たら2等の10万円がですね、出てたんですよ。それでですね、はい、この CD のジャケットは私の父親、80代の父親が作ったんですけども、パンダでしょ、はい、このアズパンちゃんと一緒で、縁がね、全然知らなかったんですけど、父親が作ったんですけど、中のね、はい、このディスクですよね、はい、ディスクは、ほら見て、プレスした、キラキラーとしたディスクですよ。こういうのをね、1000枚作ってね、すごいね、芸能人というかプロ並みでしょ、うん、1000枚プレス してバルクでやったのをケースに1枚1枚はめ込んで、うん、みんなに配って歩いてます。なるほど。その、この CD の中にあるあなたへの思いという歌がこの後、はい、流れるんですけど、これはどういう思いで作られた？ああ、それはですね、うん、私の仕事柄っていうか職業柄ですね、うんうん、亡くなった方をお見送りすることが多くてですね、その悲しみをですね、生きる力に、支えに、うん、ぜひね、していただきたくて、うん、遺族の方を代表して作らさせていただきました。じゃあ、その歌をぜひ皆さんに早速聴いていただきましょうか、はい、お願いします。それではどうぞ。あなたの思い出だけが私の心にいます。今まで共に過ごした日々はもう帰らないけれど、初めて出会った日のこと今でも覚えています。あなたの優しさが胸に響きます。悩んで励ましてくれた喜び、いつか愛の季節を私は忘れない。終わって
していただきます、ここで、シンガーソングライターの高山玲也さんの歌をお聴きください、カバーで最後の糸どうぞ。どうぞ。胸の
半蔵さんのお弟子さんでも、ね、素晴らしい歌唱力ですね。ここでね、今日のゲストの葛西さんにメッセージが届いておりますね。メッセージ、はい、誰からですか。いいですか、葛西さんの今の歌の先生でございます。先生小塚さん、はい、あ、そうですね。いいんですか、小塚さんから、はい、よかった、来ておりますので読ませていただきます。いつも全力投球の葛西さん、ステージでの歌唱も聴く方の心に響いているのではないでしょうか。歌だけではなく作家としても光るものをお持ちだと思います。今後の活躍を期待しております。シンガーソングライターコルカ、ね、このお言葉ありがとうございます。あ、見てね、あ、なんか今日でも仕事で、あの YouTube の方ね、あ、見てまたこうアップされますので、されますか、見てくださるみたいな。いやー、本当にいつもお世話になってます。あの家族ともども感謝しております。ちょうどね、しかもこう昨日があのメロディーで収録だったんですよね。あ、そうなんですよ。昨日もこう葛西さんとも一緒で、もうクルカさんもね来られてて、サイミンゴーさんだったり、皆さん連役も一緒で、はい、他のいっぱいメロディー仲間の人たちも一緒でした。はい、そうですよ ね、 ね、楽しかったですよね。楽しかったですね、はい。まあ、そんな感じでアットホームでございますのでね、はい、葛西さんもまたあの、ね、11月も来て、あ、11月の7日、いや、さすが覚えてる日曜日だよね。さすが覚えてますね、7日の日曜日ね。もうこれは昨日ね、僕の友達も一緒に行ったんですけど、はい、来てくれると思いますよね。その時も葛西さんもオリジナルをもちろん披露してくださるってことですね。そうですね、はい、オリジナルばっかり歌っててね、何だろうって思われてたけど、作詞作曲が趣味っていうか生き方だったので、こういう発表の場を得て本当に良かったです。良かったです、この番組はですね、株式会社 S ケンさん、そして、株式会社安田建設さんの提供で、行われておりますね。ありがとうございます。それでは、ここで安田建設さんの CM を見ていただきましょう。どうぞ。安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省の R グレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い、安い、うまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます。まあ、よく俗に言う、よりかごから墓場へ。たくさんの人たちに愛される町づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。
ございます、ここで歌自慢のコーナーに、入りたいと思います、まずはこの方ダリ .jp さんでバラは美しく散る、聞いてください。懐かしいアニソンでございますね。続きまして西条徹さんでわがまま。Oh,
五郎さんで悲しみのアドレス。今でもふと人混みの中あなた探してる私アドレスは
郎さんで、オリジナル曲ももう出られたということですね。また聴かせていただけるのを楽しみにしております。続きまして、関口武史さんで夜の銀狐。実際に何回もね、はい、仲間の方にはお会いしております。はい、本当に素敵な歌を生演奏生歌もっといいですよね。あ、本当ですね、生とはまた違いますもんね、はい、ぜひ7日の日に、はい、よろしくお願いします。あの皆様、ここでね、実は葛西さんからプレゼントが、視聴者、はい、あの前、あのさっき言ってました、うん、宝くじ10万円で作られたものですね、はい、これをですね10枚プレゼント、あの視聴者の方に、はい、こちらの方にご連絡くださったらですね、多い時は申し訳ありません、あの Apple Music や LINE Music にも載ってますので、そちらでストリーミングとかお買い上げください。そういうことで、まあ、こういう CD の形では一応パンダでね、こっちのアズパンちゃんのパンダちゃん
と同じパンダちゃんね、ジャケットも入れて、10人の方に当たるようにお渡ししておきます、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。あ、そして、なんとね、カッサイさんのオリジナル曲がカラオケでジョイサンドさんの、ね、配信されているということで、CD の方はね、カッサイさんね、今連絡は、カッサイさん、Facebook をやられてるから、カッサイさんで、こう、名前ってどういう感じですか？カッサイのカツは、カツシカのカツに、ミシ。はい。カサイと書いて、カッサイ。カッサイでは出ないから、カサイと書いてください。カサイ。で、トシヒデは、はい、中村雅俊とか中村俊介の俊敏、はい、俊才の俊ね、人弁の。うん、それに、ヒデは優秀の秀。秀吉とか光秀とか今ね。そうですね。そっちの方の方がいいかもしれない。やっぱ、そこで Facebook でぜひ、フォローしていただいて、カサイさんにメッセージで、ぜひ、お送りしていただける方がありがたいと思います。そっちでお願いいたします。そうですね。ぜひお友達増やしてもらって。ありがとうございます。して、あれが。そうなんですよ。これね、はい。いきますね。ありがとうございます。そういうわけで、はい、ジョイサウンドでも歌えますので、ぜひ楽しんでみていただいたらいいかなと思ってですね。ジョイサウンドさんには、何曲ぐらい？あなたへの思い、うん、今のね、曲と、うん、それから、まあ、秋葉の権現坂という名前じゃなくて、うん、生物学者で元京都大学准教授の久保田新博士の持ち歌で、うん、あー熊野古道の作詞作曲のなんか分業として、作詞は3人いて作曲は私してるんですけども、うん、やってます。そしてありふれた毎日の中で作詞作曲私で出しております。先ほど聴かせていただいた曲でございますね。そうですね、はい、あなたへの思いとありふれた毎日の中では先週流れたやつですね、はい、もうそれをこう視聴者さんね、ぜひカサイさんのね Facebook メッセージぜひ送ってくださいね。とってもね素敵な曲ありますので、本当にオリジナル曲も全部で20曲ほど、持たれてるという。そう、編曲済みのやつがですねあるんで、はい、またね番組を通して紹介されるように、もう収録会場に足しげく通おうと思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。そして次回がねもう一度、11月の7日、はい、第1日曜日に歌収録ございますの で、はいね、はい、松戸実り大イベントハウスメドリーさん、ぜひ皆様来てください。それから来週はさゆみんごうさんです。あ、もう先もうありがとうございます。もう一緒に MC をねもうしてくださって、さゆみんごうさんにも大変お世話になっております。カサさん、今日は本当にありがとうございました。ね、こちらこそありがとうございました。ぜひ皆様来週も見てくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ、ラスト曲ははい、大丈夫です。お、まだ流れないぞ。あ、まだ時間があるのかな。じゃあ、ね大丈夫、最後はね、はい、今から行きますね。最後は前頭3枚目さんの松戸音頭、イエーイ。闇に船水戸街道の松戸中空青い土壌底徳川が騒ぎ時は流れて春は来る神社は桜が似合うさらさてる星松戸の踊ろうじゃないか。流し船
Oh, you know.